次の曲
中華風の曲なんですよ。その曲はですね、実は振り付けがあるんです。振り付け、皆さんに教えてあげようと大丈夫ですか？うん、みんな一緒にやってもらえますか？ありがとうございます。サビのところなんですよ。まず、バツを2つ書いて、そして下から上に丸を書いてから、みんな、いいですね波で手を下がってから、ちょっとカンフーっぽいなポーズなんですよ。パッパッみたいなかっこいいな感じ。パッパッで、ここがポイントです。一番難しいところです。まずトラ、ヘビ、カマクリとツー、はい、ここは結構難しいでしょ。早いんで、はい、難しいでしょ。じゃあ、一緒にやってみて、はい、まず、バツ、二つ、一つ、何で、カンフー、トラ、ヘビ、から、カマクリ、ツリ、みんな上手ですね。もういいですね、嬉しい。じゃあ、歌と一緒にやってみましょう。うん、15速度かかってここのまま邪魔をしちゃう。おいいですね。じゃあ、スピード上げますね。結構速いんですよ。せーの、15速度かかってここのまま邪魔をしちゃう。いや、遠くです。では、後で一緒にやってみましょうね。うん、はい、では次の曲は「チンプンカンプンシラカンスチャイナナイト」。Thank you.
Thank you.
I'm gonna go to the top of 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 the
ありがとうございます。台湾のテレビジュリーの未来、本当に大変でした。